て雨は何ヶ月も降り続き、東京中が大洪水に見舞われた。被害額は数千万を超え、死者、行方不明を合わせて何百万人にも上った。そして生き残った人類は、奇妙な両生類人みたい怪物に突然変異を遂げ、そう、彼らは激変した天候に順応したミュータントなのだ。私たちは死んでしまうのだ。いや、我々も突然変異する。いやダメ、生まれてくる子供のこと想像してみてよ。違うよ、性欲の増進は突然変異の一部なの。そのおかげで我々の種は自然淘汰を勝ち抜いてこれたのだ。もしもし、うん、いや違う、迷ってない迷ってない、渋滞渋滞、うん、今ね新船町ってとこ過ぎたとこ。はい、じゃあまた後で連絡する。はい、じゃね。道は合っているのか。ちゃんと地図を見てください。もうね、道には入ってるはずなのよ。え？本当？うん。どこ？何色の車？ね、シルバーのホンダ。っていうか、あ、もうグレーかな。うん、赤い傘持ってるの私。赤い傘、うん、回してみて。回してみるよ。回してるんだけど見えない。ジャンプしてみて。え、ジャンプ行くよ。今度は片足で。会社で働いてるとこういう部屋に住むことになるの。会社が大きいほど部屋がちっちゃくなっちゃうんだよね。だったらもっと小さい会社に行けばいいのに。本当はうちの会社結構ちっちゃいの。でも結構いいとこじゃん。本当？サブローまだ持ってたんだ。うん。サブちゃん。あ、車ね、今夜雨が降ってるから大丈夫だと思うけど、東京で路駐ってできないの。すぐそこに金物屋があるから、あそこに、あそこしばらく休んでるから。さあ、今週もあの人は今のお時間です。アキラさん、今は何をされているんですか？映画監督です。できたばっかりの映画を上映して回ってるんです。ですね、内容はですねがミソです。ぜひ見てください。これです。へえ。でもこれってこれの映画館みたいなんだけど。正真正銘の映画館だよ。中は真っ暗になるし静かだし。私のセックスシーンカットしない方が良かったかもね。ひろこポルノをやってるの？いや、冗談言ってみただけ。本当はさ、ひろこの役も考えたんだけど出たくないって言うんだよ。もったいない、志が低いのね。そう、そこがひろこの問題なんだよな、うん、なんでミスミススターになれるチャンスを逃すわけ？いや、私ほら自分の声嫌いだからさ。こんなだよ。ああ、でも楽しみになってきたな。なんか見るの楽しみ。本当に？うん。あ、じゃあ今から見る？DVD 持ってる。多分明美眠いって。多分。ああ、でもいいじゃん、せっかくだから見よう。あんまり難しいのじゃなきゃね。未来に存在する生命はたくさんある。
我々自身が滅ぼし合わないと仮定すると、太陽系が終わっても生き延びているという確率は低くはない。新しい魂が無限に作り出し続けられている中で、もう一度自分が自分として存在できない理由はどこにもない。明日の朝早いから片付けよっか。うん、あきらくんこっち引っ張って。こ？うん。あ、映画最初の方はすっごい良かったよ。着替えはお風呂場でしてね。で、うん、ひろこちょっとそれ引っ張って。あ、うん。これで大丈夫かな。ごめんね、ちょっと狭いけど。うん、全然。立って半畳、寝て一畳ってことで。耐え難きを耐え忍び難きを何やってんの。ほいおでもほんと冗談抜きでありがとうね。明日朝一でアパート探しに行くから。次の日曜日には彼氏が来るんだよね、名古屋から車で。そういえば彼のおじさん広告の仕事してるから映画見に来てくれるか聞いてみよっか。え、映画見に名古屋からわざわざ来てくれるの？なわけないでしょ。私そっちが行く。彼のおじさんね、東京に住んでるの。はい、電気消すよ。あんたの映画見にわざわざ車で来るわけない。ちょっと待って待って。3、2、1、おやすみ。おやすみ。朝一車動かすの忘れないでね。罰金高いよ。目を向けてよかった。見て、金曜まで止めてても平気だよ。何してんの。今払わないと余計高くなるでしょ。ちゃんとしないと。もう大人なんだから。援護しろ。俺は金庫を見てくる。了解。もう失敗できないね。もう本当予算ギリギリなんだから。アパート借りるのに1ヶ月が3万だとするでしょ。それで敷金が2ヶ月分いるって言うから合計で40万になりますね。若いカップルの方には人気なんですよ。あなた誰？出して。私は若いカップルに人気の部屋です。眺めはいかがですか？あー、素敵な猫の死骸。なんか臭い。何この匂い。こんなゴミダメには住めません。だってあけみちゃん家風呂場に石鹸なかったんだもん。あけみん家のことホテルだと思ってんの？そうじゃないよ。ごめんごめん。じゃあ今から石鹸買いに行こう。どうしたの？怒ってんの？別に。なんだよ、言えよ。私のこと、志が低い。何それ？昨日、私には夢とか志ってものがないって
え、行った？でもそんなことないもん。私だって絵とか写真とか好きだし、要求船舶も持ってるし、日本だってたくさん読むもん。うん、でもひろちん、それはさ、趣味であって夢とか志とは違うよ。何が違うの？自分の作り出すものによって世の中に対して自分っていう存在が定義できなきゃダメなの。だから何？私が私の好きなことをやって自分という存在を定義できるんじゃないの？それで人としてより深みが生まれるんじゃないの？だとしても他人よりうまくやらなきゃ意味がないよ。なんかおかしい気がする。うん、お、このビルはなんかおかしい。お互いに物理的接触を拒んでいる。いつもそうやって賢そうなことばっか言ってちゃんと話ができない。毎晩薄っぺらいお化けがこの隙間からスルスル出たり入ったりして街をうろついて、街をうろついて住民のやつらを死ぬほど怖がらせるんだ。役所はコンクリートとかで埋めようとするけど、ビルは動き回ってうまくいかなくて、ついにはペラペラお化けの天下になる。あ、お化けは紙で作ろう。分かったよ。何が問題なんだよ。話聞いてるよ。でもどうせだったらさ、もっと劇的な話してよ。フラッシュバックも入れてさ、クライマックスすごい盛り上がって。もう話聞いてないじゃない。盛り上がってるのあんただけよ。聞いてるよ。俺たちいつもちゃんと話してるじゃん。全然そんなことない。そうかもね。私自分が何してるか分かってないかも。え？今？違う。全てにおいて。考えすぎだよ。いつものユーモアどこ行った？ん？2匹の毒蛇がいました。1匹がもう1匹に、なあ俺たちって毒蛇だよなって聞きました。うん、そうするともう1匹が、そうだけどなんでそんなこと聞くのと言いました。うん、すると最初の蛇が、俺今舌噛んじゃったんだよね。アルバイト募集。ここで一緒に働けるかも。どうせタダみたいな給料だよ。罰金稼ぐだけでも2週間はかかるよ。ちゃんとした仕事見つかるまで待った方がいいって。私忙しい方がいいもん。私って志ない人間だから、こういう仕事ぴったりでしょ。ついてきて。来て。なんか何も考えないでやってたら受かっちゃった。あきらくんだけ？うん。ひろこの犬も良かったのに。何考えてんだろうな。よくないよ、あれ猫だもん。でもひろこはなんか違うことやった方がいいよ。俺も続けるつもりはないしさ。どのぐらいここにいる予定なの？いやまだ特に。今日あの結構いい物件見つけたんだ。大家さんも結構気に入ってくれてたみたいです。あ、そうそう、すごい気に入ってくれて。どこ？東京？
なんですけど。監視してる方がいるってことですか。それそれ、二つ手に包まないで。いらっしゃいませ。ワンロールから俺ものすごい工夫して9箱ラッピングしてすごいでしょと思ったら、店長が11個は包まないとダメだって。できるわけないっての。10個も無理だって。どうした？車盗まれちゃった今日。え？機材中に全部入ってんだよ。週末の上映どうすんの？もうダメだ。ダメじゃないよ。昨日全部外に出して明美家に移しといた。入れっぱなしはまずいかなと思って。明美が機嫌悪かったから言いそびれちゃった。ほっ、すごい勘だな。え、スモークマシーンも？だから言ってるでしょ、反則金1万5000円と劣化代1万4000円かかるんだよ。今2万9000円持ってないんです。でも中の荷物がいるんです。あのお願いですから、車まで連れてってもらって中の荷物を出すっていうのはできませんか。とにかく罰金払うまではダメなんだって。もうね、6時まで空いてるから。でもまだ私の車ですよね。違うよ、罰金払うまではな。2万9000円が車の中にあるんです。どこにあるか教えてくれたら車まで行ってお金を出してで払いますから。それでどう？罰金払わないと車どうなるんですか？車種、色、年式は？ありがとうございます。あいつ嫌いなんだよ、虫歯なんだよ。
虫歯が多いってことですか？いや、あいつ自身が虫歯みたいなやつなんだよ。去年肺炎にかかったんだけど、惜しかったな。いい医者見つけやがって。これ全部。この中に入れてもらっていいですか？うん。これもどこ持つんだよ。未来に存在する生命がたくさんある。我々自身がそれを持ち合わないと太陽系が終わっても生き残る。もし我々の船あるいは惑星をブラックホールの中心から3フォーム、つまり地ギリギリのところへ動かすことができた、そこから我々の核廃棄物を投げ燃焼を起こさせる新しいエネルギー、映画の中であんな風に煙使うなんて初めて。違うでしょルーシー、映画の中から煙が出てくるんでしょ、そこがいいんじゃない。映画の中に煙が使われてるだけだったらすごい普通だもん。僕はスクリーンの境界をぶち破ることで観客を強引に巻き込みたいと思ってるんです。観客は安全地点にしちゃダメなんです。あ、はい、これ1枚。あ、はい、よろしく。やられたよ。なるほどね。君ね、一回うちの事務所に来てみてよ。うちね、あの普段は、まあ、製薬会社の CM が多いんだけど、これからちょっとクリエイティブなものを作ろうと思ってね。あ、それはどうも。あ、でもちょっと考えないと他にもいくつか話が来てるんで。あ、よかったっすよ、結構笑えたし。あ、そうですか。笑いって一番難しいんですよね。ちょっとビール取っちゃった。あ、すみません。一応出しとくね。 ありがとうございます。 あ、はい、あなたも出ればよかった。いや、俺はいいですよ、関係ないし。あなたも出てましたよね。いえ、私は出てないです。あの、どちらかというと車両部です。編集も手伝いましたけど。あなたも映画監督さんなの？いえ、私はただの彼女です。いい彼女なんでしょうね。芸術家と付き合うのって大変よね。何かと要求してくるし。そいつは苦労が全部。画家と付き合ってたことがあるんだけど、いつも絵描いてて、休みの日でも絵の話ばっかりで透明人間になった気分で。で、彼の個展のオープニングの日、いっぱい人が来て分かったの。私なんかの問題よりも芸術の方がよっぽど大事だの。って言ってただろう。大きい声出さないでよ。ちゃんと私彼氏来るって言ったんだよ。ちゃんと分かってると思ってたの。だって明らかに分かってないじゃん。一人でもきついのにカップルなんかありえねえだろ。お願い、そんなこと言わないでよ。しょうがないでしょ、友達なんだから助けなきゃ。
前さ、あいつらに利用されてんだよ。っていうより大体助けになってないだろ。甘やかしてるだけだよ。お前の高校のお友達は映画監督だから働かなくてもいいと思ってんだよ。おじさんがあんなやつ雇うわけねえだろ。ただの役立たずだと思ってるよ。明君は役立たずじゃないよ。毎日バイトしてるもん。ひろこの方は何もしてないな。あの子はただぼーっとしてうちでゴロゴロして私の雑誌切り抜いたりしてるだけだもん。おい、おい。
今の。え？キラ君、元気でいてくれてるといいな。上映うまくいっているでしょうか。まだラッピング続けてるのかな。それとももう大監督になってたりして、それか CM 撮ってるかもね。車はどうなったのかな。誰かが乗って楽しんでくれてればいいな。明美はどうしてるかな。男の人たちが触るとするんだけど、すごい怖いから。この手紙をヨットみたいに折ろうと思ったけど失敗してしまいました。私が折り紙苦手なのは知ってるよね。私の方はというと、ビルの隙間で幽霊たちと暮らしています。嘘です。そこまで変わった暮らしじゃないよ。私が元気だって知らせたかっただけ。そして私はしたいことを全部やっています。本当に私は自分がこんなに役に立っていると思ったことはありません。